今日福島からもともと小林さんの友人で前のイベントであって今日招待されて静岡の方まで福島から来てみました。で作風として見たらこんな感じの作風で、他にはない作風だと思うんですけども、出会いを求めて今日来ていい出会いもたくさんあったので、こんな風な出会いもあったんで、今度は福島にでも遊びに行ってください。ぜひ寄ってください。はい、ありがとうございます。はい、ペイントで言えばやっぱり同じペインター同士でもお前のやってることはこれ初めて見るからっていう感触は同じ同業者からやっぱ言われると、向こうは新しいものだったりとかやったことないものに対してすごくリスペクトしてくれるから、逆にアメリカ人がやった技法をいくら真似してもやっぱりうまいねで終わっちゃうしっていうところで、やっぱなんだろう、こう受け入れてくれるのはアメリカだったりとかの、あとオーストラリアとかの方がすごいなって言って、向こうでセールスした方が早いし、向こうでセールスしてヒットすれば日本では受け入れられるっていうのは逆輸入で間違いなくヒットするのは分かるし、だからあえて日本でゲテモノで終わっちゃうよりはなんか向こうの方がいいかなと思って、高校3年ぐらいそういうセールスしてて、たまたま この小林さんとちょっと前にその福島のイベントで、知り合ってたんで、ロットショー出した方がいいよとかって後押ししてくれる人 でこういう小さい仕事でどうとかさ、あ、行きます行きます、楽しそうなんでって今日福島から来てます。でもいい出会いはやっぱありましたね。そうですね、あります、あります。Not too much time, and I went there, but you know where there that moment. After came my wife Monica. Yes, you remember? Monica, yeah. She's not with me this year because she changed work. Now she is teaching, and then she's a problem to have 3 days to go out with me, especially in Japan.